37歳デザイン学部大卒、貯金10万円、フリーランス希望、22歳、29歳の時にうつ病、デザイン以外の職種では昼は派遣を転々、夜は10年以上水商売、35歳で正社員入社するも1ヶ月でパワハラによる適応障害、1年半休職し退職、残日数の関係で職業訓練校で失業給付をもらい続けるも方法は使えず、教員免許があって学芸員の資格もありますと、こんな私でも年収1000万以上になるには3月以降どう過ごしたらよいでしょうか。無理ですなんかその今のところは派遣業でいろいろな仕事はしていて転々としていると状態で、雇われで年収1000万に突然なれるかっていうと無理です何か事業を成功させて儲かるとかはあるんですけど、その何らかの経歴や履歴とかがあった人が転職するときに年収1000万でどうですかっていうオファーはある可能性はあるんですけど、その今まで積み上げた経歴のない37歳の人でいきなり年収1000万でどうですかっていうオファーをする企業はないと思います。なので質疑に関して、その質問に関して、こんな私でも年収1000万に3月以降どう過ごしたらなれるかというと、なれません。なので普通に仕事をしてちょっとずつそう給料を上げていくっていうので経歴を増やすっていうのなんですけど、ただその適応障害がもともと35歳の時点であって、でそれが多分解決してるかどうかわからないので、ひとまずそれを解決した方がいいと思いますよ。なので別にそんなにお金使わないだったら、もう貯金10万円しかないので生活保護もらえるので、確か20万以下だと生活保護もらえるのかな。なので生活保護もらって病気を治して、でその後自分ので能力値は高いと思うんですよ。学芸員資格あったり、教員の免許持ってたりとかで、ちゃんとデザインもやってきてると思うので、なのでとりあえず生活保護を取りながらデザインの仕事でちょっとずつ食えるようにするっていう方がいいんじゃないかなと思いますけど。